そうだな。ではニニム、そうして俺の血を遡っていくと最終的に行き着くのは、レベティア教の開祖レベティア、その皇帝であるカレウスかと。そうだな。しかし彼はレベティアに見出されるまで死がない農夫だった。当然親も農夫だ。そこでさっきの問題だが、カレウスの血はどの時点で尊くなった、うん、レベティアに付き従い多くの偉業を成し遂げた時からでしょうか。まさにその通りだ。腕力か知力か、あるいは単に運が良かっただけか、無名の者たちが功績を立て名を上げる。現存する尊い血の者たちを遡れば必ずここに到達する。それが私の質問とどう関連するのです？つまり王侯貴族であるとふんぞり返ってる連中も、元をたどればただの民ならば、現在侮られている民たちもまた王侯貴族になりうるということだ。そして最初の質問、なぜ民を警戒するかだが、ナトラの人口およそ80万、それだけの名もなき王族候補たちが俺の一挙手一投足を監視していることになる。これを気にせずにいられるか。まあそのため多くの王族は自分の家系を神話に組み込むことでその権威を保とうとして。どうしたゼノン？いえ、殿下の器の大きさに改めて圧倒されてしまっただけですので、お気になさらず。